とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もですね、妖怪学園 YYY 学園生活やっていきます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、やっていきましょう。今日はですね、新しく仲間になった、ノズシカの変身、ザ・バイパーの必殺技のメダル、入手方法をやります。3つありますね、必殺技が。バイパーウェイブ、そして、ムチムチムッチ、王者のブローですね。ムチムチムッチが名前的には大好きなんですけども、まあ、とりあえず、バイパーウェイブから、出てくる場所をやっていきましょう。まず、バイパーウェイブ、ここです。ここ、このクエスト、エキセントリックトイレ掃除ですね。まあ、5区で行きますと、500半ばぐらいの、レベルのやつが出るので、超おすすめです。まあ、ちょっと難しいので、マルチで行くっていうのをおすすめしますね。まあ、むしろこのバイパーウェーブ、ここでしか入手したことはありませんので、まあ、ここしか出ないのかもしれません。まあ、この調査ですけども、1週間かけてみっちりやりました。みっちりやったけども、そこでしか入手はできなかったですね。ではではでは、バイパーウェーブがどんな必殺技なのかね、見てみましょうか。まあ、一番最初から持ってるやつなので、使った人は多いと思うんですけども、バイパーウェーブは、おっと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 、前方にね、長めに行きますので、当てやすい必殺技です。バイパーウェーブ、これですね。まあ、一瞬しか出ないんだけども、前方に、結構な、距離攻撃できますので、いい感じです。はい。では続いて、王者のブロー行きましょうか。王者のブロー。まあ、一回使ってみましょう。王者のブローが、どういう必殺技なのか。ダメージ的にはね、王者のブローが、一番高いと思います。いきます。王者のブロー。これですね。もう一発いけるか。王者のブロー。まあ、範囲はそんなに広くないですね。範囲はそんなに広くないんだけども、あのね、攻撃力がめちゃめちゃ高いんだよね。王者のブロー。571で威力95。95よ。このくらいの威力って、この必殺技のみですもんね。今までで多分一番ダメージがあったのが、ウェルダンなんですよ。ウェルダンでも、まあ、レベル600だとしても70なので、群を抜いて、必殺技の威力としては、王者のブローが高いです。で、王者のブローの、入手場所なんですけども、ここです。キャンプサイト。だね。キャンプサイト。ここの、確かね、雑魚戦。雑魚で出ます。なので、まあ、この絵、世にも奇妙なキャンプブーム、ここに行くともう無難です。まあ、もしかしたらボスで出たかもしれないし、ボスでも雑魚でも出るかもしれないので、ここの5区に行ってみるといいと思います。ただ、ここ、ボス結構強いです。キャンプのボス結構強いので、まあ、マルチでね、行くのをおすすめします。まあ、マルチで行くと、高レベルの、メダルも出やすいので、そっちの方がおすすめですね。はい。では、最後、ムチムチムッチーですね。一度使ってみましょう。ムチムチムッチー。どんなやつなのか。まあ、名前はね、一番好きだね。ムチムチムッチーが一番名前が好きです。ムチを振り回して自分の周りに、攻撃を加えます。まあ、紫の前のちょっと短いバージョンと思っててくれればいいかな。ちょいちょいちょい。なんてことしてくれてるんだ。なんてことしてくれてるんだ。もう一回いきます。はい。まあ、すぐ終わります。ムチムチムチは。8回攻撃なんだけども、サラ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 ってやるんで、すぐ攻撃終わりますね。いきます。ムチムチムチ。ムチムチムチ。
はい、今のですね、自分の周り結構先まで届くので、まあ結構使いやすい必殺技ではありますね。さあ、ムチムチムッチーの入手場所、これは難しいです。ムチムチムッチーはここピラミッドパワーですね、ドーベルかシンドーベル、どっちかです。雑魚戦ではなくってドーベルかシンドーベル、どっちかから出ます。うん、まあ極のあいつ倒すのなかなか、辛いんですけども、まあパーティーでね行ってなんとか頑張って、倒してみてください。はい、ムチムチムッチーはあそこですね。で、まあの結果俺が思うに、あのね、王者のブローを3つと1つムチムチムッチー入れとけばいいかな。基本この王者のブローが一番使いやすいので、使いやすいし、ダメージも取れるんで、これが間違いないです。なので、王者のブロー3にムチムチムッチ、もしくはバイパーウェーブを入れておくと、間違いないかなと思っております。はい。まあ、とりあえず、1週間ぐらい、もうやりにやり込んで、見つけてみましたけども、もしかすると、他にもね、出る場所があるかもしれません。まあ、知ってる方がいれば、コメント欄よろしくお願いします。書き込んでくださいね。ではですね、また出していきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。そいや